人間と付き合うのがちょっとただ耐えきれなくなってきて、ブーブーの、ほんとつまんねえな、ブー暇なんですよね。まああれですね、だからね、まだあの人間関係にまだ疲れてないからそういうゲームができるんだと思うんですよね。あの、僕もちょっとね、20年前ぐらいは、うん、もうあの、対戦ゲームじゃなくて、うん、まあ、ボードゲームか、ネットワークでやったら対戦ゲームなんですよね。うん、で、ソロゲームでやるのほんとつまんねえなと思ってたんですけど、うん、まあ、年を取ると、だんだん、人間と付き合うのがちょっとただ耐えきれなくなってきて。めんどくさくなってきました？いや、めんどくさいっていうより、ちょっと辛い感じですね。なんかあの、ラーメンで言うと、二郎がもう食えなくなったみたいな感じ。そういう感じ。え、なんか人間関係の難しさっていうか、うん、辛さって具体的にどういう時に感じるんですか？やっぱね、人間が基本的には人間がすごい興味あるんですよね。昔から、はいはい、例えばあの小学生の時にバスに乗ってて、うん、いろんな人がおばあちゃんとかいるじゃないですか、うん、だからもうこの人たちの人生を一人一人追体験したいっていうことをずっと思いながら、うん、今まで生きてきたんですよ。だから、とにかく、ね、あの、人の人生っていうのは、なんかね、例えばいろんな人生あるじゃないですか。成功する人生もあれば、はい、あの、不幸のどん底みたいな人生も、うん。もう全部知りたいっていうのが、もう昔からの願望なんですよ。はいはいはい。で、ずっとそれに興味持ってたんで、もう大体もう分かっちゃったんですよね。そうですか。あの、もうね、あの、もう興味ありすぎて、もう大体もうあの、新鮮さを感じない。あ、調べたりするんですか？え？調べたりする？聞いたりする？いや、調べたりっていうか、まあ、あの、実際、あの、会ってると、うん、あの、それなりに、ね、なんかね、変な人いっぱい、あの、散々会って、うん、まあ、大体、もう分かったかなって感じなんですよね。あ、そうですか。うん。僕、逆になんかまだ全然いろいろ、発見してるんで。はい、ああ。まあ、例えば、最近僕がハマってるというか、はい、よく気にしてるのは、はい、境界性知能。っていうやつで。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんか、どんな感じなんだろうなと思って。だから要は、なんか付き合ってこない、小学校の時にはいたんだけど、クラスに何人か。だけど、中学に行ったらもういなくなるじゃないか。もう、その僕は中高一貫に行ったから、境界性知能なんか一人もいないわけですよ。いるわけないじゃない。まあそうですよね。受験で通らないから。はいはいはい。いないんですよ。大学にももちろんいないんですよ。で、そのまま起業しちゃったじゃないですか。で、採用するやつにも境界性知能のやつとか採用しないから、いないんですよ。ずーっといなかったんですよ。ツイッターとかで、久しぶりに出会って、なんでこいつらこんなバカなことずっと言ってんだろうなと思ったら、そういうツイートがこの間飛んできて、はいはいはい。あ、これだと思って。なんかほら、小学校の時にも、僕が、うん、はい、静かに授業してるときに、おならブーってやったりするとするじゃないですか。はいはいはい。おならブーとかってずっと言ってる人いるじゃないですか。まあ、永遠と言ってる人もいますよね。ブー、ブーみたいな。ブーみたいな。いたでしょ。まあ、そうですよね。はい。僕、小学校低学年のときは、容赦なく殴ってましたけどね。だから、あんまり考えずに、いろいろ行動ができる分、はい、意外と繁殖力が強いんですよ。うん。だから減らないんですよね。まだネットにいるのは、あの、まだ程度が軽い人ですよ。本当に境界性知能の人って、やっぱりネットとかでコミュニケーションができないんで。うん、でもそういう人たちって障害者手帳持ってたりするじゃないですか。はいはい。あ、うん。まあそうですね。まあ、うん、あの、持ってない人が、あの、厄介ですよね。そう。で、持ってない人は、うん、俺だから、日本の教育の一個のも、まあ日本じゃなくても、教育の問題の一つって、はい、読み書きをできるようにしてしまってるっていうのが良くないのかなって。だから分かんないんですよね、それがね。そう、分かんないのに、読み書きできるじゃないですか、うん、一応。だからなんか本とかを読ませると、ね、勝手に接続詞を省略したりとか、うん、あるいはまた勝手に付加したりとか、だからただ本を読んでるだけなんだけど、あれそこ飛んでませんみたいな。みたいなことが、そういう人たちはすぐ起きるらしいんですよ。まあでも多分、それって想像してるよりも、あの、程度の問題で多くって、あの、やっぱりあの、その文章とかをちゃんと使いこなせる、あの、人って意外と少ない。そうだと思ったんですよ。で、ネットの世界も長らく、はい、ブログとかしかなかったじゃないですか。はいはいはい、なんか、
回線が細かったから、はい、ブログとちょっとの画像ぐらいの感じの世界だったところに、はい、みんながスマホ持って、あ、だから、そういう人たちはパソコンも使えないじゃないですか。はいはい、まあ、使おうとも思わないじゃないですか。でも、スマホは使うじゃないですか。はいはい、電話だと騙されて、持たされてるから、スマホはすごい保守的でも使うんですよね。で、みんな使ってるし。ただ、映像とか音楽とかも消えるから、使ってみて、で、ツイッターとかも使っちゃって、短いから。はい、はい。はい、だからなんか使えた気になっちゃってて、で、それで現れてきたんです。だから初期のツイッターってそこまでクソリプ多くなかったと思うんですよ。まあそうなんですよね。あの反射神経だけで通う人いますからね。そうそうそう。逆にそれがね、僕あの、小学校の頃からトラウマで、なんかね、ノリの会話する人っているじゃないですか、ノリの会話が。あれどうやっていいのかわかんなくって。うん、まあ、あれは、なんか、あの、考えてやってる時点で多分できないんですけど。そうそうそう。でも僕はもう、あれはね、どう考えてもできないなっていう、ことで。あれはだから、卓球とかで、ラリーをやってるみたいな感じなんで。反射神経で。ボール来たら、打ち返します、みたいな。いや、そうなんですよ。だから、会話には全く意味ないんですよ。いや、そうなんですよ。だから、まあでもね、そういうノリの、いい会話できる人っていうのは、大体ね、ちょっと、憧れがあって、で、うちの社員とかでもね、ノリのいい会話するやつがいるじゃないですか。はい、その社員のね、なんか SNS とか見たらね、なんか、食い物買ってあって、うまーっとしか書いてないんですよね。うん、もう、一言しか書いてない。うん、だから、ちょっとそれコミュニケーションのタイプが違うだけなんですよね。それで疲れるってこと？はい、え？それで疲れるってことですか？え、全然疲れない。あ、そうですか。あ、じゃなくて、いや、僕はそういうふうないろんなタイプがいるんだなっていうのを分類して終わりなんで。だんだん見慣れてくるじゃないですか。うん、そうすると、このタイプはもう知ってるっていうふうにだんだん興味を教えてくるって感じですね。じゃあ今後どうなっていくんですか？自分の内面世界に行っちゃうんですか？かがみさんは。内面世界？こういう感じで生活をしてると、はい。その、会社のこととかはどうなるんですか？はい、会社では何やってるんですか？だから会社のことって、ビジネスって、基本、例えばね、人と会うのとかって、これって永遠に、時間費やされるんですよね。だから会社の中で取引先に会うとか、もしくは社員と定期的に面談をするとか、これやるとで1日終わるじゃないですか。で、多分経営者マネジメントの仕事って、それがほとんどだと思うんですけど、僕は戦略的デジタルだけやりたいわけですよ。はいはいはい。マーケティングとか、うん、それがやりたいんですよ。で、うん、それで人間関係のなんかそういうね、会議、予算を決めるとかね、その調整、調整的なデジションを全く省いて、戦略的デジションの時にすると、ほとんど働かなくていいんですよ。うん、まあでしょう、ね。元少ないでしょ。そういうの。うん、確かに。だから、暇なんですよね。それだけやって、しかも教育業界って、うん、もうね、全然、ドックイヤーの世界とは全然違ってて、うん、1年に1学年しか進まないんですよ。うん、当たり前だけど。まあそうです、ね。当たり前だけど。だから別に、ね、すんごいゆっくりした時間が流れていて、うん、で、その中で戦略的決定だけやる。チャンネル登録もよろしく。